た。さっきの動画見て分かる通りグリッチョしちゃったんで、これ今冷やしてます。グリッチョしちゃったんで、今回はスケボーが上手くなる5つのコツについて話したいと思います。てか僕が思う5つのコツをみんなに教えたと思います。でスケボーが上手くなるコツはもうめっちゃあると思うんですけど、今回は5つに絞ってみんなに伝授します。昔からスケボー持ってるんですけど、スケボーをちゃんと練習し始めて4、5年ぐらいかな。ちゃんと4、5年ぐらいなんだかんだやってて、その4、5年やってる間に僕が思った大事な点を5つにまとめました。では行こう。1つ目のコツというか、方法は上手い人と滑ることです。これ結構なんか人と一緒に滑るだけかと思うかもしれないんですけど、めっちゃ大事なことで、上手い人とスケボーしてるとこう見てイメージできて、自分もちょっと上手くなった気分になれるし、モチベーションにもなるし、あと優しかったら教えてくれもするんで、めっちゃ上達します。もし友達に上手い人がいなければ、近くのスケートパークとかに行って、最初はよく初心者最初ちょっとスケートパーク行くのビビってる人いるんですけれど、全然気にしなくていいんで、バンバンスケートパーク行って、そこにいる上手い人に話しかけたりして、教えてもらったり、その人を見たりして勉強すればいいと思います。よく上手い人なんかちょっと怖そうな顔してちょっとなんかイヤホンつけて言ってめっちゃ練習してる人いるんですけれど、そういう人でもちょっと話しかけにくいとは思うんですけれど、多分話しかけたら 95% ぐらいはいい人なんで、多分全然技見してくれたり教えてくれたりすると思うので、バンバン話しかけましょう。なんで一つ目のコツは上手い人と一緒に滑ることなんで、友達に上手い人がいればめっちゃいいんですけど、いなかったらパークに行って積極的に話しかけて上手い人の友達を作りましょう。そうするとめっちゃ上手くなります。ちなみに僕はキックリップするまではずっと一人で、上手い人キックリップができる人がいなかったんで、ずっと一人でキックリップやってました。その時はめっちゃ時間かかったんですけど、その後にヒールフリップができる友達と会って、ヒールフリップがもうすぐにできるようになったんで、やっぱ実際に目の前でやってくれる人がいると全然違います。2つ目のコツは、これ何回かやったことあるんですけど、動画です。動画は上達する上でのキーワードです。はい、動画で上達する方法は、動画を見て、動画を撮って、動画でイメトレすることです。これ僕がいつもしててめっちゃ大事なことだと思ってます。まず動画を見るっていうのは、上手い人のスケートビデオとか見てイメトレすることです。それでモチベーション上げて練習に行くとかです。で、2つ目の動画を撮るは、自分が今できない技とか、できてる技でもいいんですけれど、その動画を撮って自分が何ができていないとか、もっとこうすればもっと上手くなるとかを自分で見て研究して、その後に実際にやってみて、それを問題点を改善していくっていうところです。そうするとまた一気に上手くなります。これは別に一人でも、iPhone とか今めっちゃスローモーションが必要なんで、一人でその地面に置いてオーリーの練習とかキックリップの練習とかショービットの練習とかして見るのもいいと思います。なんか上手い人と自分の技を比べたりして、改善点を見つけるのもいいです。はい、3つ目のコツは何だったっけ、練習するです。これはみんな分かってると思うんですけど、やっぱり練習が一番大事です。練習をすればするほどやっぱり上手くなって、ボードコントロールもついてきます。で、僕最近時間があればできるだけ練習してるんですけれど、そこで見つけたコツとしては、コツっていうか、マインドセットは、もちろん友達と一緒に滑るのもいいんですけれど、友達とかが滑れなかったら、僕昔は一人で滑ったりしなかったんですけど、最近はもう上達するために一人でパーク行って滑ったりしてます。なんで一人でも滑りましょう。一人でスケボーするのちょっと悲しかったりするんですけど、イヤホンつけてモチベーション上げながらスケボーしたら結構楽しいです。なんか自分の世界に入れるというか、そんな感じです。で、一人でスケボーしたり、一人じゃなくてもいいんですけど、その時のコツは、もうスケボーの練習に行く前に、今日はこの技したいみたいな、
なんか目標を決めていくと、なんか結構その日にその技ができたりするんで、目標を立てることは結構大事です。小さい目標でいいんで、今日はこれがしたい。なんか今日は例えばショービットメイクルとか、ショービットを前足からキャッチするとか、キックリップを後ろ足からキャッチするとか、そういう目標を持って練習に行くと、モチベーション高く練習できて、上達しやすいです。ちなみに僕のおすすめは、平日の午前中にパークに行くと人いなくてめっちゃ滑りやすいです。平日の午前中とか学校あって行けない人いると思うんですけれど、僕高校の時一時期朝5時とかに起きて友達と学校の近くの公園でスケボーを練習したりしてたんで、まあやる気がある人は朝の5時とかに起きて1時間ぐらい学校の前に練習しましょう。ちょっとこれはしんどいけど、グリッチョ痛い、ちょマジで痛かってんけど、なんかグリッチョってなんかもうなんか気づいたら、もう気づいた時には足グレってるから怖い。なんかプルップルッ。4つ目はいろんな技をすることです。よく僕の友達でもいるんですけど、スケボーを始めてオーリーとかショービットやった後になんか次の技が難しいんで、とりあえずオーリーを極めるみたいな人がいっぱいいるんですけど、まあそれでも悪くはないんですけれど、僕のおすすめとしてはそういう人にやったらいつもなんかオーリーってそんなに、でオーリーだけを練習しても高くはなるんですけれど、実際オーリーだけじゃなくて他の技、例えばキックリップとかワンエイティとか関係ないと思うかもしれないんですけど、なんかショービット系とかフェイキービッグスピンとか、そういうちっちゃい技をそのオーリーの周りのいっぱい小さい技をやっていくと、自然とボードコントロールがついてオーリーも上がってくるんで、なんかオーリーだけをまず完璧にするっていう考えよりも、ちっちゃい技をいっぱい増やした方が楽しいですし、自然とオーリーも上達するんで、僕はそれをいつも勧めてます。オーリーを完璧にした後にフリップとか入った方が完成度が上がるってなんか僕の友達とか言ったりしたんですけど、まあ僕はそんななんか1年とかもオーリーだけやってても面白くないと思ってるんで、なんか次々新技を増やしたい系なんで、なんか僕はとりあえずちっちゃい技いっぱいやってやりながらオーリーも練習すればいいと思います。最後のコツはドゥルルン、やっぱり楽しむことです。やっぱ楽しむことが一番、まあスケボーやってる理由なんで一番大事だと思います。友達と一緒にスケボーしたり、友達とストリートスポットを攻めたり、まあ、一人の時でも、こう一人で新技をメイクだ時とかもめっちゃ楽しいんで、僕はまあ基本的にスケボーさえしてれば楽しいんですけれど、まあ、そうですね、楽しむことです。別にやりたくない時にスケボーをする必要もないですし、やりたい時にやればいいと思います。T シャツ、今日から販売始めるんで、よかったらこのリンクから、欲しい方はチェック。チェックチェックチェック。あんま枚数作ってないんで、欲しかったら早めにチェックした方がいいと思います。いつもすぐできるんで。はい。前にもデザイン見したんですけど、まあこんな感じです。ここに、このタグは僕が一枚一枚頑張ってつけました。はい。で、前回は T シャツプレゼントするって言ったんで、プレゼントの、当選者選びます。予想以上にコメント多くて、多分1600ぐらい。そう、1600ぐらいコメント来たんで、みんなありがとうございます。で、1600分の1はちょっときついんで、T シャツは1枚なんですけれど、他にも3人このステッカーを3枚プレゼントすることにしました。なので合計当選者4名で、T シャツ当たる人は1枚なんですけど、あと3人はステッカー3枚ずつあげます。はい。で、ステッカー3枚の当選者はブルルルルこの人です。とこの人とこの人です。はい、この3人です。この3人は僕の、YouTube の、ダイレクトメッセージで、メッセージ送ってきてください。そしたら僕が、まあ、住所とか送る、先を聞くんで、お願いします。で、T シャツの当選者は、1600分の1は、ブルルルルルこの人です。ありがとうございます。なかなか幸運の持ち主ですね。この人も、僕に YouTube の個人メッセージで連絡ください。そしたら僕が情報を聞くんで送ります。よかったら高評価とコメントと登録お願いします。参考になったら高評価してね。では、See you next week.